皆さんこんにちは、清水愛です。はい、今週も始まりましたアイニャンですが、この番組は、私清水愛がいろいろなことにチャレンジするというコンセプトを持った番組です。でですね、今月のチャレンジはなんとこのお店、新宿ワシントンの1階にあります居酒屋さん、ザウオ新宿店さんにお邪魔して魚を釣ろうというチャレンジです。なんだそれって感じだけど、店内で魚釣り？はてなって感じだけど、早速中に入ってみましょう。では。見てください。船があるんです。建物の中にこう、いけすがあって、船があります。店内は薄暗い感じで、多分お魚さんたちが一番気持ちよくいられる暗さになってるんだと思います。船に上がってみましょう。いけすの中にはこういうお魚さんがいっぱいいっぱい泳いでいて、それを自分で釣って食べるという、すごい。船の中は客席？客席じゃないや、なんていうのかな、座席になってます。ててこんな席もあります。私この間屋形船に生まれて初めて乗ったんですけど、それはラジオの収録で、屋形船に乗ったんですけど、もう揺れが激しくて、で酔い止めを飲んでたらすごい眠くなってしまって、なんかクラクラしながら乗ってたんですけど、やっぱりそこで食べる天ぷらとかすごい美味しくて、あとなんか海の方だったので風がすごい、潮風で結構髪とかベタベタって感じだったけど、こうすっごい気持ちよかったです。風がブワーって当たって、友達と2人でこうタイタニックごっことかやって、ブワーって風に煽られてすごい気持ちよかったです。それを思い出します、このへさきを見ると。はあ、どんなお魚がいるんでしょうね、ここには。フグの絵とか書いてあるけど、フグとかいるのかな。こっちには船ではなく普通の席があります。ん？お、ヒラメ？ヒラメじゃない、カレイらしいです、どうやら。見た目一緒ですよね。あ、準備中らしいです。おお。ここら辺は明るくなってて魚がよく見えます。こっち側の席だと、釣りってできんのかな、釣りはできなさそうだけど、こう真横を魚がいっぱい泳いでいくのを見ながら食べられるみたいですね。あ、形からするとタイっぽいお魚が、いや、あんま私の魚、あれは当てにならないですけど、よいしょ。はい、なんか水族館のような雰囲気で、なんかでも真横で泳いでて、それを釣って食べるっていうのはなかなか残酷な、でも美味しそうですね。だ、水族館が好きなので、こういう風になんか真横で泳がれると結構気持ちいいです。イカ食べたい。
して釣るんでしょう。アワビ、サザエ、エビ、サザエなんか釣れるんでしょうか。どうやって釣るのかな。アワビが生きてるのを初めて見ました。この辺は引っ掛け釣りのコーナーらしいです。さっきの貝類とかアジとかヒラメ、オマールエビ、伊勢エビを釣り竿で釣るんじゃなくて引っ掛けて釣る形のコーナーらしいです。美味しそうですね。なんか縁日とかでよくカメ釣りとかありましたよね。あれカメすくいか、あれは。うわー、エビが。あー、元気いいですね。きっと身が締まってて美味しいと思います。私釣りとかほとんどしたことないんですけど、なんかでもちっちゃい頃におじいちゃんに連れてってもらってこう金魚の釣り堀みたいのに行ったことがあるんですけど、それとはきっと全然勝手が違うんでしょうね。はい、なんか美味しそうなお魚いっぱいでしたが、釣れるかな。ちょっと来週から頑張ってみようと思います。というわけで今回はこの辺で時間となってしまいました。来週の釣り編をお楽しみに。それでは。